はい、こんにちは、スプラテレの梅ちゃんです。ということで、アクリル絵の具で練習するってやってからだいたい1週間ぐらい経って、最初はもうとにかく数描こうと思ってたんだけど、一回もなんか別の紙に何回も練習して、なんか1日に1枚とか1日に2枚最後のおさらいで描くみたいにやり始めて、でとりあえずこれがね、第1回目に描いたやつでしょ。で、これをなんか1万分の26になったんだけど、1枚目と1週間で1枚目ねと26枚目ね、ちょっとどんだけ変わったかっていうのをやっていきたいと思います。 Let's do it。 これがね、1週間か10日前ぐらいに始めた1枚目、で今から1万分の26番をだいたい15分で決めて始めたいと思います。 OK。 やっぱね、時間決めてやんないと一生終わらないから、ちょっと、あ、こっちは この作業あんま練習してない。 OK。これ背景、背景、で、富士山がで、ここはね、筆をね、使わない。ここは筆を使わないで、ちょんちょんちょん。桜まで行かねえぞ、これ。こんな、おお、綺麗。あと57秒、あと1分、あと1本。あー、桜クソだな。で、これでね、そこ水をね、流してね、よしよしよし。あー、マジか。なあ、オッケー。でもね、良くなったと。これが今回のやつ。前回のは37分かかってるから、これが今15分で、うん、まあここまで。でももっと練習ですね。もっと練習だけど、いいんだよ。ちょっと桜がまだ全然クソ、全然ベターじゃん。よくない？いや、これなんかすごい慌ててさ、桜とかも全然さ、できなかったしさ、言い訳。あー、でもいいんじゃない。1週間で頼みますよ。ここまで満足しよう。とりあえず今の現状で満足して、次はなんか時間かけたらどうなるかっていうのを撮っておきたいね。そうだね。あ、オッケー。ということで、ね、楽しんでもらったらチャンネル登録と高評価、コメントもよろしく。アディオスアミゴ。